日本テニス協会は15日、都内で会見を開き、女子テニス国別対抗戦ビリージーンキングハイのファイナル予選カザフスタン戦、4月12、13日、有明コロシアムに臨む日本代表を発表した。3級が明けて今季からツアー復帰している大阪直美、26イコールフリー。 が20年2月のスペイン戦以来4年2ヶ月ぶりに国別対抗戦のメンバー入り、日本代表としてプレーするのは21年東京五輪以来となる。杉山愛監督48は、大阪選手が出産が明けて久しぶりにツアーに戻ってきてくれて全豪オープンのメルボルンの会場でコンタクトを取った。 イリージーン・キングハイに出場したい意志を表してくれたのでスムーズに交渉できた、と語った。杉山監督は1月の全豪オープン、メルボルン、を直接視察し、大阪陣営と対話した。大阪の支持するウィム・フィセッテコーチ、ベルギー、とは旧知の間柄。現役時代にダブルスを組んだキム・クライシュテルスを指導していたのがフィセッテコーチで、 ビムと近い関係にあったので、オフの過ごし方や今後のスケジュールなどを確認できた、とパイプを生かした。カザフスタン戦は4月12日にシングルス2試合、13日にシングルス2試合とダブルス1試合を行い、3勝した方が勝利。勝てば11月のファイナル出場権を獲得し、負ければ同時期に開催されるプレーオフに回る。